はい、どうも兄貴です。本日はですね、ストロングリーグのリーグ戦を紹介したいと思います。対戦相手はですね、非常に強打の強豪チームですね。今現在2位につけていらっしゃるロッソウェーブさんです。この日はですね、8対2だったかな、からの途中からの登板です。3回からの登板ですね。はい、初球です。はい、アウトコースいっぱいのストレートが決まりました。1番バッターですね、前からベンチから見てたんですけど、非常にいいバッターでした。はい、次これがまたまっすぐです。タイミング的には詰まらせられているのかなと思います。まあ、こういう時難しいですよね。次の球、はい、このツーシームです。変化球投げたら逆にタイミング合っちゃったりする恐れもあって、かといってまっすぐいつも怖いというところで1球ボール投げてます。3球まっすぐ系で追い込んで、はい、アウトコースにフォークを落としました。まあ、ピッチャー的にはあそこに落とせるかだったので、そこにしっかり落とせたことで勝ちかなという感じです。はい、続きまして2番バッターです。このバッターも素晴らしかったですね。はい、初球スライダーですね。低めの低いかと思ったんですけど入りました。はい、2球目、はい、まっすぐを打ち上げてもらいまして、ショートフライです。差し込めましたね。これに関しても1球目のまっすぐを決まらせられたと。そして3番バッターですね。左が続きますね。おお、初球バントですが、サードシグザルがアウト。ちなみにこのバッターめっちゃ近かったです。はい、続きまして2イニング進め4回のピッチングです。右バッター4番バッターですね。まあ、いいスイングしてましたね。やはり初球、はい、スライダーです。ちょっと浮いちゃいましたね。ただ見てますよ、今意外と早く避けましたよね。スライダー見えてないかもしれません。はい、2球目まっすぐです。詰まらせましたね。ファウルを取れることが目的だったのでベストでしょう。はい、3球目、はい、低めのツーシームです。まあ、これはストライクからスッと沈んで手を出してくれればなと思ったんですが、低く行き着きましたね。もう少し低めいっぱい投げれればよかったなと思います。はい、4球目です。はい、まっすぐ詰まらせてファウルです。まあ、ゾエが強気なピッチングですね。まっすぐ系を多投すると切れてたんでしょうね、キャッチャーから見て。はい、これフォークです。もうちょっとね、低く投げれると三振だったと思うんですけれども。さあ、追い込んで、はい、真ん中低いスライダーで三振です。ちょっとね、やはり腰引くのが早いですね、バッター。スライダーを早く見切ってしまうというところでしょうか。もしくはツーシームを意識してしまって逆に曲がるというものを頭に入ってしまったんでしょう。まあ、スライダーピッチャーの場合はですね、体に近寄ってきてもギリギリまで避けてはいけません。はい、次のバッターです。右バッター今度は続きますね。5番バッターです。こちらのバッターも、まあ、僕の前タケちゃんが投げたんですけど、いいバッティングをしてたような気がするな。初球、はい、外のこれツーシームですね。ちょっとそこからギュッと打ちに入ったんでしょう。はい、2球目、はい、ちょっとスピード上げてまっすぐです。まあ、さっきよりもね、キュッと来たんで逆に詰まって、全く同じとこなんですけどファールと。まあ、同じまっすぐでもね、少し違うな、なんだろうなとバッターが疑問を持ってくれるのが重要です。で、今度はストレート外に外して見せ球を作るという感じですね。まっすぐ系3つです。キャッチャーどうするかなという感じですが、はい、これ甘いスライダーなんですけれどもね、もうスライダーに隙があったということですね。まあ、まっすぐ3つで初めて見た変化球ではあるんですけれども、これも難しいな。なるべくギリギリまでやっぱりこう目を切らないと言いますか、曲がってくる可能性があると思うのが、まあ、活路でしょうか。はい、次のバッターです。左バッターですね。はい、初球これチェンジアップです。ちょっと引っかかっちゃいましたね。まあ、低め低めの意識なんで、まあまあいいでしょう。初球、はい、2球目、はい、アウトコースのツーシームです。まあ、アウトコースのストライクからちょっとボール球に行って泳いでファールと。はい、今度はアウトコースのまっすぐ、セカンドボール、
ったら昇板走行になってしまいランナーが出ます。右打席はもうめったにやらないんですけどね。はい、次7番バッターです。ガタイがねまずでかいですね。俺は絶対いいバッターだなと思いながら初球はいアウトコースのスライダーを打ち上げてファーストファールフライラッキーです。1球で終わりました。はい、続きまして、5回のピッチング3イニング目です。はい、初球スライダースイングを取ってもらってストライクです。セーフティーバンドですね。ああいうセーフティーバンドをしてくるバッターの時にですねやはりスライダーでもですねしっかり腕を振っておくことです。意外と腕を振るとボール球をかけてくれることがありますので。はい、3球目、これスライダーアウトローギリギリのやつですね。それを片手で拾ってライトの方向へヒットで持っていくといいですね。これ魂ある。そうですね、これ完全に右手離れてるんですけどね、もう手首必死に残してますね。あ、この表情いいですね。なんかバッターが魂を感じます。ほらーって言われてなんかなんていうんですか、どう考えても打てないところまで手は伸びてるんですけど、やっぱ最後バッターって魂ありますよね。重要です。なんか逆に勉強になって素晴らしいバッターでした。はい、次のバッターですね。はい、初球まっすぐです。まあこの日はまっすぐの要求がすごく多かったんですが、キャッチャーがまっすぐいいなと思ったんでしょうね。もう信じて投げ続けるという感じですね。はい、牽制1球入れておきます。はい、これツーシームです。まあシュッとシンカーっぽく落ちてボールの上を先っぽで叩くというファールを取りました。はい、飛び込みましたよ。これ牽制です。これギリギリなんですけどね、追い込んでピッチャーがバッターに集中したくなるタイミングほど逆にランナーに牽制を入れると引っかかりやすいと、そういうところを逆につきました。はい、これまっすぐです。打ち上げてもらって、セカンドフライかな。まっすぐ系連発でキャッチャー強気でございますが、まあ乗っていこうという感じです。はい、次のバッターですね。左バッター、はい、インコースのチェンジアップですね。ポップだったかな。ランナー一塁でやはり積極的にまっすぐを振ってくるシーンなので、変化球から入ったと。で2球目を力の入れたまっすぐで振り遅れてファールを取るという形で簡単に追い込みました。はい、ツーナッシング。はい、これアウトローのツーシームですね。全然サードフライだったんですけど、実はこれ網がもう真上にあって、内野フライといいますかファールフライのやつはないんですよね。クソーみたいな感じですが、まあそれグランドルールなのでそれは仕方ありません。はい、これで次はインコースです。インコースにも意識がなくなったところでキャッチャーが要求して、強気のピッチングで、アウトに取りました。ちょっと甘いんですけれどもね、まあ、そこまでの配球にもよるんですが、アウトコースに意識が置かれると意外とインコースの真ん中少し寄ってもこういう詰まった結果になるということは多いです。はい、次のバッター、はい、アウトコースのスライダーで、ワンボールを先に投げたのかな。ワンワンです。はい、3球目、はい、インローのツーシームですね。低めに投げようという意識の中低くなりすぎてしまいました。はい、まっすぐですね。力で、押し込もうとしましたが高めを見極められてしまいました。手を出してくれれば助かったんですが、いいバッターです。ワンスリーから、はい、これアウトローのこのスライダーは素晴らしいスライダーだったと思います。まっすぐは 100% 待ってるところでツースリーにしてバッターを迷ってもらってから勝負しようというキャッチャーの意図でしょう。はい、インコースのフォークですが高く浮いてしまいました。もう少しかかったらいいのになということです。そしてバッターしっかり粘られて最後すっぽ抜けてしまいましたね。ツースリーからフォアボールです。コンマ系しました。素晴らしいバッターでございます。ツーアウト1、2塁からのピッチングです。初球
はい、まっすぐアウトコースに外れます。やはりね、ランナー二塁1本出されたら1点なので、バッター3番ですが打たせないぞという気持ちですね。はい、これインコースのツーシームですね。ちょっと内側から曲がってくるんですよね。そして、3球目、はい、これチェンジアップです。タイミングを外して空振りを取りました。これは助かりましたね。おそらく逆側に曲がるボールは想定してないという判断です。追い込んで、はい、アウトコースのまっすぐで勝ちました。ピッチャーゴロ。私、小判を投げてファーストの松がスーパーイケてるキャッチングしてアウトになりました。はい、というわけでストロングリーグの大事な試合勝ちました。この試合は3イニングを投げて1安打3三振無失点でした。予選突破が非常に近づいてきたと思います。はい、というわけで兄貴のピッチングでした。兄貴今年絶好調なんですけど、ご覧の通り後背筋を鍛え続けております。ピッチャー、やっぱ兄貴背中大事なんですか。ピッチャーはな、もうでかい背中、まあ、速球の証と言われるぐらいやからな、うん、しっかりこう引く力、腕をこう下ろす力、こう大きい背中で支えられてると。今年はちょっと後背筋、今年っていうか、まあ、4月ぐらいから後背筋多めにやってるわ。このトーニングボールもしっかりやって握力、ね、お気に入りのトーニングボール、これほんまやよ、これこれしっかりやって、はい、やっぱり握る力は重要ですからね。うん、というわけで筋トレをして、うん、はい、外面、外面、外面、外身を鍛え、はい、体内も鍛え、あっぱれ、はい、今年日本一目指していきますね、はい、兄貴。よっしゃ、甲子園連れて行って、はい、兄貴はピッチング次第です。はい、はい、頑張ります。よっしゃ。